ドアが開かないもんね。だって帰れないよ。嘘だろ。行くよ。あ、待って、収まった。収まらないで。開けます。どうも、鳥の爪団総統です。ホラーゲーム企画から卒目第585弾はこちらのゲーム、ルートマンボディカムホラーフッテージやっていきたいと思います。今海外で話題の短編ホラーゲームですね。で、なんとこのゲーム48時間で制作されたそうです。ストーリーの概要の方読んでいきましょう。2005年10月、家主から通報を受け駆けつけた警官の2人が森の中で行方不明になってしまいましたと。1週間後、警官のボディカメラから映像が見つかりました。果たしてどんな映像が映されていたのでしょうか、という感じになってるみたいですね。ボディカメラで映したようなゲームスタイルっていうのがちょっとホラー界隈で流行しつつあって、このゲームに関しては先駆けになりそうですね。今後こういうボディカメラで撮影したようなホラーゲームっていうのはトレンドになっていくんじゃないかなって、ちょっと個人的には思ってますね。ということで早速やっていきましょう。スタート。取り詰め。お、いきなり開始するスタイルだね。警官がパトカーから降りて通報を受けて、なんかまあ無線でやり取りしてるっていう感じですけども、奥行っちゃっていいのかな、なんかやり取りまだしてる感じだけどね。通報があった家っていうのがそこの森の家なのかな。よいしょ。いやー、なんか不気味だね。なんかなんだ、ここになんかない。縦の筋が黒いのがなんか3つ見えるんだけど、なんだろう、なんか、まあいいや、行ってみよう。何かが見えてしまってるけど。いや、でも本当にこれボディカメラで撮ったような視点だよね。で、なおかつこの光の表現とか、ちょっとこうなんか手で触ったような指紋がついたような雰囲気にも感じるというか、カメラならではの水滴が付着してる感じとかがいいですね。さあ、で、とりあえず、あ、E でリーン動作。あ、トントントン。どうもー。オープンドア。いるのかい？何があったんだい、ここの家で。開けるよ。あ、待って、奥もう血だらけが見えてる。もう嫌な予感しかしないのよ。時刻は12時。お邪魔しますよ。入るよ。誰なの？通報したのは。うわー、べっとりだ。っていうかあれだね。この時計の音不気味だね。振り子は動いてないのに。音だけはカンカン。あ、待って、電話あるね。モバイルフォン。おう、あ、でもすごいね、48時間で作ってんのにさ、そういう調べるみたいな要素まであるってこと。ものによってはそういうのが調べられたりするわけだ。まあでも事件があったのはまさにここの奥、ここだよね。うわ、血だらけだ。うっそー。おー、フッフですよね。思わず F ワードも出ちゃいますけども、しかもゴーってすごい轟音が鳴ってる。それなんだ、なんか藁人形みたいの。あ、待って、ちょっとブレアウィッチプロジェクトとかで出てきたようなやつじゃない。待って、これ近寄ったらやばいのかな、なんか呪われそうなんだけど。タッチ、あ、これかな、調べるよ。うわ、でもこんなの絶対に触んない方がいいのよ。ルートマンの人形みたいな感じなのかな。うわ、すごいねこれ。戻すよ。おお、どっかまだなんか調べられそう。冷蔵庫の中は大丈夫かな。電子レンジ、あ、鍵だ。もうちょっと待って、ワンチャン短編だからもう終わるかもしれない。うん、じゃあちょっと鍵も手に入れたことだし、そっち側かな、行きますか。うわ、でもこのなんかさ、環境すごくいいよね。あのゴーっていう音とこの振り子の音がいい味出してる。なんか、はーい、どなたかいますか。通報あったんで来たんですけども、ルートマンかな、いるのかな。入るよ。怖い怖い。ベッドルームだ。そっちの暗がりが、タンスかなんかが置いてあるのかな。これでもメモ帳かな、これ見たらいいのかな。あ、でも内容に関しては、ちょっとまあ後で翻訳しましょうっていう感じですかね。血だらけのメモ帳。怖い、振り返るのも。これをでも見てしまったからには返さないよみたいな。ああ、電話、そこの携帯かな、これだよねきっとね。うん、ハロー、ほう、誰かから応答があった。家主かな、ねえ、怖いな。え、ちょっともうパトカー戻り、パトカー戻りたいんだけど。あ、あ、あ、なんだ、なんだこれ、触手のように伸びる木の根。ああ、待って、ドアが閉まってる。開かないってことだよね。待って、そこの人形じゃない、ちょっと待って、怖すぎるって。なんだこの音、
これだよな。もう一回調べるよ。でも特に何もなし。待って、時間で死ぬの？私はもう数秒後には死ぬ運命って感じがするんだが。いや待って、怖すぎる怖すぎる。これ何、この木の根はやばすぎるでしょ。もう一回あの部屋に行けってことかな。そんな感じだよね。ドアが開かないもんね。だって帰れないよ。嘘だろ。行くよ。あ、待って、収まった、収まらないで。開けます。あー、ループしてくれた音まで。あー、ルートマン。おー、すごー、48時間でこのクオリティ。映像もそうだし、音もどっちも一級品っていう感じだったな。あ、え、何これ、またループするの？うわ、怖っ。鍵取って、ちょっとじゃあせっかくなんで、もう一回だけルートマンと出会って終わりにしようかな。さあ、電話かかってきました。はいはい。で、はい。電話が、おうここの電気切れる演出も素晴らしいよね。もう応援を呼んだところで絶対に助からないもんな。で、ルートマン、あ、行こうか。もうなんなら迎えに行こう。ルートマン、あー、すごい。おあの、プルプルしてんの最高に怖いね。わ、鳥肌すご、やば。はい、ということで今回は超短編ホラーゲームだったんですけども、ルートマンというゲームやってきました。またこんな感じで一風変わったホラーゲームなどどんどん挑戦していきたいと思ってます。そういった動画気になる方はぜひチャンネル登録して鳥の爪に入団してみてくださいね。グッドタウンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。